中井直道のライディングインプレッション。はい、今回はヤマハの XSR700 をご紹介いたします。今回ね発売されました、XSR700 なんですが、ベースは、MT-07 ですね。まあ並列2気筒の、700cc ということで、なんですけど、まずもう見た目のデザインですね。やっぱりこのレトロ感のある、デザインがなんかかっこいいですよね。タンクの形状、そしてまあシートにこうつながっていく一つの流れですね。そして、全体のスタイル、やっぱりタイヤのねこうボリューム感というのがね感じられます。そうですね、まあ、ショートマフラーであったり、そして、メーターも、そんなに難しくなくシンプルですね。ヘッドライトのあたりなんかも、レトロな感じがいたします。あとですね、タイヤなんですけれども、このパターン、ピレリのファントムね、ちょっと僕らにしたら懐かしい、モデルなんですけれども、非常にねデザインがこのスタイルに合ってますよね。あとね、細かいところで言うと、例えばですね、こういったねネジの一つ一つ見てもやっぱりヤマハらしいですよね。はい、またがったポジショニングなんですけれども、まず足つき性ですね。はい、ちょっとねつま先がちょっとという感じなんで、若干ねあのシート高高いです、高めです、厚みのあるシートでね、まあ、足つきが、まあ、悪くはないんですけども、高いんですけれども、シート幅があの狭いんで割と足がスッと出ます。はい、あとポジション、ハンドルはですね、もうこのようにアップハンドルなんで、本当に楽なポジションですね。そんなに前傾をきついわけでもなく、かといってその後ろすぎるわけでもありません。はい、あと、シート、お尻、これね厚みがあるクッション性のあるシート、多分ね、長距離のツーリングなんか行ってもね、お尻痛くなりません。エンジンなんですけれども、 MT-07 の、エンジンを若干その低中速に振って、より扱いやすく街乗りでね乗りやすく味付けしているということですね。このツインなんですけども、そうですね、非常にねレスポンス付きがいいんですけれども、4気筒のようなそういうあまりにもこうシビアすぎるレスポンスじゃなくて、若干開けてからエンジンがついてくるっていう、わずかな、そうですね、イメージで言いますとスロットルとエンジンの回転がこうちょっとゴムでつながれているような、そういうビヨーンとしたようなこう扱いやすが、ね、あるんです。これ2気筒の、ね、モデルには結構こういうフィーリングがあるんですけれども、これが非常に、ね、乗りやすいんですよね。長距離、長時間乗っていても疲れない、ね、楽しく乗れるということですね。あと双腕性なんですけれども、非常に安定志向です。サスペンションも柔らかく、どちらかというと直進安定性はものすごくいいです。だからといって、まあ、コーナーはねそんなキビキビもちろん走る、タイプではないんですけれども、非常に安定してコーナリングに入っていきます。ブレーキもそんなに申し分ないですね。 もちろんその、まあ、かなりむちゃくちゃ効くっていうスーパースポーツみたいなものではないんですけれども、全然問題なくコントロールしていいです。はい、リアブレーキなんかは街中とかワインディングでねよく使う場合があると思うんです。これも非常にコントロール性がいいですね。足のポジションなんかもね非常にこうリアブレーキ扱いやすい位置にありますね。アーバンカジュアルレトロスターということで、街中で、ちょっとおしゃれにね繰り出したいという、まあ、そういったモデルなんですけども、走りもしっかりしています。ちょっとねおしゃれに決めて、街中を目立つ走りをしたいですね。